毎週金曜日配信の週刊アソプラス。今週のアソ市の話題から週末のお出かけ情報まで様々なラインナップをお届けします。まずは5月1日から5月7日までのアソ市の話題です。連休明けの6日木曜日、阿蘇市では東京2020オリンピック聖火リレーが行われました。阿蘇地域振興局から阿蘇神社までのおよそ 1.8 キロを11人のランナーが聖火をつなぎました。第一走者は2000年シドニーオリンピックのテコンドー日本代表の阿蘇市出身、樋口清輝さん。最終ランナーは阿蘇神社氏子会長の正代勝久さんが務め、賑やかな一日となりました。聖火リレーの模様やランナーへのインタビューなどを WebTV 阿蘇にアップしていますので、ぜひご覧ください。それでは週末のお出かけ情報です。残念ながらお天気があまり良くないようですが、阿蘇市小里の花遊びには西日本最大級のバラドームがあり、雨の日でも濡れることなくバラを楽しめます。現在無料開放中で、今年の咲き具合は過去最高とのこと。花遊び自体の施設は現在改装中で入ることはできませんが、美しい花々が癒してくれます。それでは良い週末をお過ごしください。